の竜と小さな漁師。昔々、ある海辺の小さな村に、勇気と優しさを持つ少年の漁師、タケルが住んでいました。タケルは毎日、朝早くから海に出て魚を取り、村の人々に新鮮な魚を届けていました。ある日、タケルが海に出ていると、突然大きな嵐がやってきました。波は高く、風は激しく、タケルの小さな船はまるで木の葉のように揺れました。タケルは懸命に船を操ろうとしましたが、嵐の勢いには勝てず、彼は海に投げ出されてしまいました。タケルが気を失いかけたその時、何か大きなものが彼を抱きかかえ、穏やかな場所に連れて行ってくれました。タケルが目を覚ますと、目の前には巨大な竜がいました。ありがとう、助けてくれて、とタケルは竜に礼を言いました。竜は静かにうなずき、私はこの海の守り神、竜です。お前の勇気と善良さを知っている。お前が困っていると聞いて助けに来たのだ、と言いました。タケルは竜に感謝し、何かお礼ができないかと尋ねました。竜は少し考え、この海辺の村には、昔からある大きな問題がある。毎年この時期になると、村を襲う恐ろしい嵐がやってくる。その原因を探り、解決してくれれば、それが私へのお礼となる、と答えました。タケルは村に戻り、竜の話を村の長老に伝えました。長老は古い伝説を語り始めました。それは、海の底深くに封印されている怒りの神、荒神が、かつて村に災厄をもたらしたというものでした。荒神は封印されたものの、毎年その怒りが嵐として現れるのです。タケルは村人たちと協力して、封印の場所を探し出し、荒神を鎮める方法を見つけることにしました。長老の助言に従い、タケルと村人たちは海の底に潜り、封印の場所を発見しました。そこには古い神殿があり、荒神の怒りを鎮めるための儀式が記されていました。タケルは村人たちと共にその儀式を行い、荒神の怒りを鎮めました。それ以来、村には嵐が来ることはなくなり、平和な日々が続きました。竜も再び現れ、お前たちの勇気と団結に感謝する。これからもこの海辺を守り続けよう、と誓いました。タケルは竜と共に海の守り主として、村の人々と平和な生活を送りました。彼の勇気と優しさは、世代を超えて語り継がれ、村の伝説となったのです。そして、海辺の村にはいつも平穏な波が寄せ、豊かな恵みがもたらされるようになりました。